2004年アメリカ GP でインディアナポリスを走行する PS04B ミナルディ PS04B はミナルディが2004年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラカーでガブルエル・トレドッツィが設計した2004年の開幕戦から2005年代参戦まで実戦投入されたエンジンカバーフロントウィング翼端板リアウィングインダクションポッドが PS03 から変更されている。マシン名から見ると PS04 からの改良型のようだが、実質的に PS03 を2004年レギュレーションに合わせたものである。搭載されるエンジン CR-3L は2003年に使用された CR-3 を1レース1エンジンに対応させた耐久力を持たせたエンジンである。ただし、ベースとなっている。 CR-3 は2001年にデビューのため実質3年落ちのエンジンだった。PS-03 に多少の改良を加えたようなマシンではポイント獲得はとても難しいことだった。しかし、大混戦となった第9戦アメリカ GP でミナルディにとって2002年オーストラリア GP 以来約2年ぶりのポイントを獲得した。しかし、 それ以外のレースではほとんどテールエンド争いに終始し、アメリカ GP での1ポイントの獲得にとどまった。開幕戦で2004年レギュレーションに対応したマシンの状態で出走しようとしたが、最終的に2005年版に改修されて開幕戦を迎えた。エンジン名が CR-3L から c k 2 0 0 4に変わったが2レース、1エンジンに対応した以外は、 基本的に同じエンジンである。PS レゴが完成するまでのつなぎとして、第3戦まで使用された。すべてのポイントが PS レゴによる。ありがとうございます。